乳酸脱水素酵素は、ほぼすべての生物に存在する酵素である。乳酸脱水素酵素は、乳酸の立体特異性と用いる、電子受容体から5種に分類されている。2種は、シトクロム C 依存型で、D 乳酸デヒドロゲナーゼと、L 乳酸デヒドロゲナーゼである。いずれも、原核生物では、ペリプラズム、真核生物では、ミトコンドリア膜管空に存在する。 他に新生細菌の細胞膜には、機能依存型の D- 乳酸デイヒドロゲナーゼがある。残りの2種は通常は、細胞質基質に存在するなど依存型酵素で、D- 乳酸デイヒドロゲナーゼと L- 乳酸デイヒドロゲナーゼである。以降では、など依存型 L- 乳酸デイヒドロゲナーゼについて述べる。乳酸脱水素酵素は、乳酸とピルビン酸との相互変換を触媒する。このなどと、 などの総合変換も同時に起こる。ピルビン酸の乳酸への変換は酸素の欠乏に関わらずに起こり、糖が増えれば乳酸が生成する方向の反応が進む。解糖系のバランスを取る重要な反応である。この逆反応が肝臓の濃リ回路において行われている。乳酸脱水素酵素の単量体構造はリンゴ酸でヒドロゲナーゼとよく似ており、 N マッタンガーノなど結合部位と C マッタンガーノ、アルファ、ベータホールドから構成されている。乳酸脱水素酵素では、これが4両体で機能している。人では、アイソフォームが複数知られており、中でも、心筋型の H と骨格筋型の AM と称する2種類のサブユニットが多く存在し、その組み合わせによって5種類のアイソザイムを区別できる。 これらの触媒能にはほとんど差がないが、増応期の分布に以下のような違いが知られている。H と ME 以外に、清掃に特異的な C とペルオキシソームに極在する BX がある。BX は遺伝子としては H と同じで、翻訳の際に収支コドンのリードスルーが起きて、ペルオキシソーム移行シグナルが付加される。LDH の遺伝子に変異が起こると、 乳酸脱水素酵素サブユニット欠損症となる場合がある。サブユニット A の欠損症では、主に肝臓や黄門筋での機能が損なわれる。その結果、孤立回路の機能が妨げられ、疲労や痙攣、筋肉痛を起こしやすい。強度の運動によって、黄門筋誘解症となり、その結果腎不全を引き起こすこともある。一方、サブユニット B の欠損症では主に心臓での機能が、 損なわれることになるが、特に臨床症状を示すことは少ない。LDH は逸脱酵素として知られ、臨床検査では重要な検査項目の一つである。血中濃度の上昇は AST、ALT などともに肝障害を示唆する。ただ、それ以外の面では、心筋梗塞、溶血、感染症などでも上昇が見られ非常に一食い的であるため診断の参考としての 有用性はあまり高くない。ただし、単独で上昇しているとしたら、悪性リンパ腫をはじめとした悪性腫瘍が隠れている可能性を考えるべきである。総じて、スクリーニングのための検査項目と言える。LDH の中には5種類のアイソザイムが存在するため、精査の際にはこの内訳を分析することが臨床上有意義となる場合がある。ありがとうございます。